皆さんこんにちは。バイク屋の夕方でございます。はい。今日はですね、ダウンタウン 125A ベース、こちらの点検、はい、終わりましたので、ちょっと近所一回りだけ、2キロくらい、もう少しあるかな。2キロちょっとだけ、ちょっとぐるっと回らせていただきましたね。はい。なかなかよろしいんじゃないでしょうか。はい。あと、AK ですね。AK の昨日リアタイヤとあとブレーキちょっとやったんですけど、今日フロントタイヤとあとブレーキ、あとラジエータクランドの交換ですね。はい、そちらをやらせていただきました。あとエンジンオイル交換すれば、はい、ほぼ完了ということになります。ただですね、自賠責がですね2枚あるんですよ2枚あるので、1枚は結局ね、多分ですよ、多分だと思うんですけど、登録しようとしたんだろうと思うんですけど、1日ずれてたみたい。だから足んない。結局1日足んなかったがゆえに、後ろに1ヶ月入ってるんですよ、別に。わかります？言ってることが。車検が例えば1月1日から12月31日までですよね。ってことになりますよね。1月1日、2023年の1月、現実に1月1日に登録はできないんですけど、まあ、例えば1月1日に登録したとしますよね。そうすると、車検は2年後の2025年、まあ、3年、新車だと3年になるから、36ヶ月後の、ですよね。だ12月31日になるんですけど、1日に万が一登録できない。で、自賠責36ヶ月ぴったしで入って、で、1月1日に登録し、まあ、1日登録できないね。ダメですね。じゃあ、今日にしましょう。2月の今日は4日。2月の24日で登録しようと思って、例えば台車屋さんにね、頼んだ。ね、送った。そしたら、台車屋さん、タイミングが午後とかで来て、今からじゃ登録できない。で、入ってた自賠責は今日からだ。もう登録できなかった。翌日になっちゃった。そうなると、ぴったししか入っていないと、どういうことかというと、もう登録できないわけですよ。36ヶ月でね。1日足んないから、自賠責が。そうなるとどうするかというと、もうしょうがないから、後ろに入るんですよ。1ヶ月っていうのがあるんでね。それを入って、期日を満たすということになっちゃうんですよ。で、そういう状態になってる。だから37ヶ月とか25ヶ月っていうのがあるんですよ。初めから1ヶ月多いやつ。で、大した金額変わんないんですよ。200円も変わんない。170円とかでしょ。そう。170円とかなんですよ。24ヶ月と25ヶ月の差は170円ね。で、36ヶ月と37ヶ月の差が160円か。そんなもんじゃ変わんないんですよ。で、それをケチったがために5000いくら。別に払ってるの。でもこれお客様からに請求できないですもんね。まさかね。ダメだよね。それやったらもうアウトですから。アウトだよね。何言ってんだって なりますよね。だから、まあ多分お店の方で負担したんじゃないかと思いますが、結局はそういうことになっちゃってる都合上2枚あるんで、で別なんですよ、別の会社なんですよ。だから変な話だ、そう なりますよ。だって片方はそのバイク屋さんなんですけど、バイクですよね、まあ、車屋さんもやってるみたいですけど、まあ、バイク屋さんが入ってる保険会社ね、契約してる保険会社で入りますよね。でも代車屋さんに送ってるから、代車屋さんの方の保険会社で入ることになっちゃうから、別の会社でね。で、別々に送んなきゃいけないってやってて。うん。で、ちょっと時間かかっちゃう。もっていうか、一件の方が時間かかるんですよ。遠方なんですよ。その、やってくれるところがね。だから、それで結局、で、珍しい保険会社なんですよ。あんまり、ここ聞いたことないなって。その会社名は聞いたことあるけど、ああ、こう、保険もやってんだ。自賠責もやってんだっていう感じなんですよね。で、結局、だからそういう都合上、で、今日休みでしょ？で、あ、昨日祝日でしょとか、いろんなのが重なって、自賠責の保険の入れ替えが間に合わないっていうね。車両はなんとかね。だからまあ、自賠責に関しては、多分コピーかなんか取ってるんじゃないですかね。なかったですかね。まあね、それを渡して、で、多分この満了してる、36ヶ月の方は来ると思うんですよ。そっちは、今日多分やってるだろうから、速達で来るだろうからね。来るんじゃないかと思うんですけど、明日にはね。そんなね、あるんですよ。だから36とかじゃなくて25とか37っていうのがあるんですよね。13っていうのはないですよね。あるわ。13もあるわ。
1年車検があるからね。だからそういう理由なんですよ。で、その他に1ヶ月っていうのだから、そういう問題があって1ヶ月とかあるんですよね。あと、仮ナンバーとかね、そういうのを使うんで、とりあえず動かすだけだと。移動するだけだっていうことのために、まあ、1ヶ月とかね、そういうのがあるみたいですけどね。だって1ヶ月で5000いくらですよ。で、12ヶ月で7270円ですよ。二輪車って。1ヶ月高いですね。いや、その、ほんと、だから、私も、もう予備券取ってね、自分で、例えば行くとかね、もう予備券があって、だ登録するだけだっていう場合はね、ぴったしでもいいんですけど、やっぱり余裕を持って1ヶ月長いのに入るんですよ。万が一ってことがあるから。その万が一のことがあったがために、万が一登録できなかったらアウトじゃないですか。だから書類だけだったら、まずほぼ 99% 登録できますけど、でも途中で、例えばね、なんか、事故にあったとか、ありえますからね。それで、ちょっと警察呼んでなんだってやってる間に、間に合わねえじゃないかとかね。ありえますから、そうやっちゃうともうアウトだから、だからやっぱり余裕を持って1ヶ月余分に入るということなんです。ですよね。と思うんですけどね。はい。まあ、あと、まあ、いろいろ、その、100いくらをケチるって、とんでもなくなっちゃうから、やっぱり余裕を持って入った方がいいですよね。うん。だから、車検とかでも継続検査で、前回24ヶ月までしか入ってないね。で、ぴったし、ほとんどもう残りない。車検満了と自賠責切れのほとんど変わんなかったら、25ヶ月入らせてもらいますって言って入りますよね。今回ちょっと25ヶ月で行きますんでって。うん。もしくは最初新規で入る場合はもう25ヶ月で入りますね。まあ、大体うちほとんど中古車だから、車検の新車で最初から33年のやつってあんまり過去にないことはないんですけど、数台しかないんでね。あれですけど、でもやっぱ37台。まあ、それは余計なことなんですけどね。はい。大体そんな感じでですね、ちょっと、今日は、はい。だから AK も、まあ、あと、組み立てない、外装持たなきゃいけないんでね、それが結構時間かかるんですけど、まあ、大丈夫ですね。結構歯応えありますね。外すのね。クーラント変えたりする。ダウンタウンもそうです。ダウンタウンもクーラントちょっとね、今回は変えてますけど、3年経ってるんでね。いやー、やっぱ歯応えありますね。うん。リザーブタンクが大変なの。リザーブタンクのやつ変えないわけにいかないじゃないですか。抜かないわけに。リザーブタンクのを外すのに、ダウンタウンは、ちょっと大変なんですよね。うん、そういうのがありますよね。はい。まあ、それはね、あれですけど。はい。という感じでですね、2023年2月号、IBS 通常価格表でね、こんなのあるんですけど、2015年モデルのシャドウエアロ AS ってあります。US、US。シャドウエアロ。赤いやつ、深いフェンダーのね、ちょっとクラシックな感じのね、こんなのがね、ありますよ。あと XSR900EUR でもこれ国内登録可否を確認中って書いてありますね。なんだろうね、やっぱり難しいんですよ、輸入車ってね、並行輸入車なんですけどね、はい、あと CB1000R のブラックエディション EUR っていうのもですよ、はい、あと CB1000RRSPEUR のブラックっていうのがあります。はい、これいくらぐらいだろうね。300、360万いっちゃいますよね。もっといくかな。乗り出しでね。あ、でも350万じゃないですか。乗り出しで。そんな感じですよね。うん。消費税入れたらもう300万余裕で超えちゃうからね。余裕で超えますね。やばいですね。ですよね。うん。あとね、YZF-R1 ってのあります。2022年モデル。ブルーですね。はい。これ200、どれぐらいですかね。250ぐらいかな。まあ、乗り出しの話してます、今ね。乗り出しです。はい。あと、R7、60周年記念の使いますね。予備券付きだ。でもこれ高いでしょうね。だって、これもう、日本だったらあれ99万9000でしたよね。それよりも高いからね。で99万9000ってあれ消費税入ってでしょ？こっち消費税入ってないのにそれよりもはるかに高いから。もう、ちょっとね、大変ですね。あと、MT10SP。あと、MT10。もありますね。でもこれも可否を、登録可能可否を確認中のままですね。まあ、いろんなね、車両あるんですよ。で、あとね、WR250F US 2022年、リーガルキット。これ、保安部品が付けられるみたいですね。はい。乗り出してどれぐらいですかね。100、そうですね。やっぱり130とかなんで、ああ、でもリーガルキット高そうだな。140とかいっちゃうかもしれないですね。はい。まあ、それはいいですね。はい。まあ、このあたりは高額車両なんでね、あんまり、うちの、私から買おうっていう方はいないと思いますが、はい。新大衆ホンダ、2021年の CRF190L っていうのがあります。はい。
これもこんなするんだ。50、乗り出して多分52、3万って感じじゃないですかね。CB190X ツーリズム。これ相変わらずありますね。うん。これうちいくらで売ってますけど、それくらいでしたっけね。うん。そうですね。あと CB200X インディア。これもありますね。これね、なかなかね、思ったよりいいですね。そう、この間ね、中古でちょっと買ってみて。ああ、これなかなかいいじゃないかと思いましたね。あと、V ストロームの SX ですね。はい。納期は3月になってますけど。はい。まあ、こんなのもあると。うん。あとは、まあ、デュークとかはやめた方がいいですよね。2022年の YZS-FI デラックスインディアってなります。FZS ってやつ。FI ですね。はい。これ、いくらぐらいですかね。40弱ぐらいですよ。乗り出しな、いつもね、乗り出し。車両本体価格じゃないです。車両本体価格言っても、結局、諸費用があるから、意味ないじゃないですか。だいたいほら、車両本体価格安いのに、諸費用だけで8万だ、9万だってあるでしょ。だいたい、バイク館さんとか、あと何でしたっけ、さんとか、ね。あのあたり、みんなそんな感じのやり方ですから、車両本体はもう、安くしといて。だから、買い取りとか下取りした時に、安くなっちゃいますよね。それよりもね、はるかにね。これ怖い部分でございます。はい。あとはですね、まあ、LY125 とか、まあ、そういうのもありますけど、あ、W175 ね、これも。これもね、40万ぐらいなんですよ。ね、乗り出しでね。はい。まあ、メンテナンス、ね、いろいろ必要なのかなっていう感じもしますけどね。はい。あとですね、YS125 とかあるんですね。あと、CG125SP とかね。いろんなのありますね。はい。あと、フォルツァの125まだあるんですね。でも古いからね、もうね。2017年だから、もう6年ぐらい経ってるでしょ。値段がな、やっぱりこれ、厳しいみたいなね。そう、もう。でもこれね、うちでね、3台ぐらい買っていただいてますよね。フォルツァ125ね。すごいですよね。自分、いやー、これはすごいなと思いますけど。はい、みんな、ね、どうされてますかね。はい。もう、しかもね、その後ね、メンテナンス来る方いないんですよ。うちで買って。フォルツァに関してはね。まあ、遠方っていう場合もありますけどね。もう、それも近くの方も買ってきましたけどね。うん。あとね、あれ、スヌーピーね。うん。これなんて言うんですっけ？スクーピーだ。スクーピースヌーピーね。これもあります。これも40万弱ぐらいなんですよね。はい。まあ、そのあたりで。で、あと、CRF の 150L が、入りますっていうね、のがね、今日来ましたね。ホワイトとグリーンとブラック。あと、レッドね。はい、レッド。うん。それが、入ります、ということなんですけど、価格は、これ結構高いですね。びっくりですね。はい。40万だから、50万超えますね。乗り出しでね。うちだと。うん。で、リアキャリアと、あと、スキッドプレート。樹脂のね、スキッドプレート。あと、ヒールガードね、樹脂の。うん。それが、これ、それもアクセサリーも同時に入荷します、なんて書いてありますけどね。はい。これ ABS ついてるんですか？ついてないんじゃないですかね。前後連動もついてないですよね。大丈夫なのかな、これは。オフ車はいいのかな？そんなわけないよね。そのあたり私もよくわかんないんですけど。はい。まあ一応ね、そんな感じで、YouTube っていうのがあるね。何があるのかな？動画が見られるんだ。すいませんね、ちょっとね、今ね。今。あ、ホンダの、あれなのかな？向こうのね、現地の、うん、CR150L の、やつがあるらしいです。はい。で、まあ、まあ一応そう、買えるっていうね、ことでございます。はい。あと、どうなんですかね。まあ、小木山さんでも買えるんですけど、もしかすると小木山さんのは、の場合高いかも、もっと高いかもしれない。はい。一台ね、入れてるからね。はい。うん。そのあたりちょっと、毎回その時見積もりでね、いくらぐらいですかって確認してからね、あれしてるんですけど。うん。まあ、ただ、小木山さん1年間ね、あれつけてくれるから、一応保証1年つけますよって言ってるから、その面じゃありがたい部分はあると思いますけどね。ただ、今まで、小木山さんのところで、保証、っていうか、ないですね。うちは。うん、ないですね。うん。お客さんにこう、ちょっと壊れちゃったって言って、なんかちょっとこうなっちゃったって、ああ、じゃあちょっと相談聞きます、確認しますなんていうのはないですね。今のところはね。今のところはね。まあ、それはホンダとか壊れないもんね。まず、
壊れないからないんですけど、はい。まあ、そんな感じですね。いろんな車両ね、あります。ですので、欲しいという方がいらっしゃいましたね。お声掛けいただけると幸いということになります。はい。あと、キムコの車両もね、はい、欲しい。もし、プジョーの車両が欲しいという方がいらっしゃいましたらね、お声掛けいただけると幸いでございます。はい。あ、そう、アローマね、オプションパーツまだ載ってないですよね。だから、もう、海外からうち取り寄せ、注文してます。注文して取り寄せて、それも、白いやつに関してはね、それも一緒につけて販売しようかなと、思っております。はい。それも高くなるんでしょ、気持ちだけね。でも欲しいじゃないですか。スクリーンだとかリアキャリアとかね。あった方がいいですよね。あった方がいいですよね。やっぱりね。スクリーンとリアキャリア欲しいですよね。だからまあそのあたりをね、ちょっと頼んだんですけど、2、3週間はかかるみたいですから、ヨーロッパからね。まあどうなるかちょっと、実際物が来てみないとわからないんですけど。はい。そんな感じでですね、いろんなね、まあ、これからだんだんね、暖かくなってきて、そして、ちょっとオートバイでね、乗ろうかなとかね、通勤通学に使おうかな、まあ、そういう方がいらっしゃいましたらね、はい、ぜひお近くのお店に行ってですね、はい、購入してぜひ楽しんでいただく、ね、オートバイ楽しいですよやっぱり、そう、うちで来ていただくねお客様でもね、ちょっと買って乗って見たんだけど、ことのほか面白い、楽しいって今までほら、免許とかも取ってんだ。免許取って、実際乗ったら、どんなもんかなって思って乗ったら、楽しい。だから、次、もう少し大きいのにしようとか、次買おう。また次のに乗り換える。これ乗りたいとか、そういうふうにね、言っていらっしゃるんでね、それは何よりですよね。そう。楽しいんですよ。面白いですよね、オートバイってね。で、ね。え寒い時嫌なん乗るのね。寒いなーなんつってね。でもこれが暖かくなるんで。雨の日ね、ちょっとってね。いや、オートバイっていうのは本当にいろんな時にあんまり快適な乗り物ではないんですけど、でも楽しいっていうね。そう、一番こういうほら、車とかもそうなんで、本来楽しいっていう乗り物っていうかね。で、オートバイはやっぱりそれが際立ってるっていう部分ですよね。やっぱり快適な部分がやっぱりない、あんまりないから、非常にそういう一番核となるね、ピュアな部分が重視されるっていうか、それが強調されるんじゃないですか。車だと、ね、囲まれてて音も静か、エアコンがついてる、で、音のいいステレオでどうのこうのとかね、もう、いわゆるこう、車を運転する楽しさっていうよりも、その他の部分、快適性をいろいろね、追求してしまっているから、大切な、一番大切な運転が楽しいっていう部分が、なんかこう、薄れちゃうんですよ。多分。はい。ということでね。はい。そろそろおいとまさせていただきたいと思います。すいません。はい。ということで、またお願いいたします。失礼します。おやすみなさい。